1>, 1番の武田が先頭後ろを振り返っていますそんな中で車を外に持ち出した2番の廣田さあまずは廣田が前を押さえに行くんですがここは1番の武田が前受けから突っ張っていますそして誘導はまだ残ったまま1番の武田が突っ張り気味で踏んでいくかここで誘導が退避いたしました2番の廣田がここは元の位置4番手に車を下げています前後、不陣はそのまま金を迎えて3コーナー1番の武田が前受けから 流しながらかける展開広田の動きを警戒しながら徐々にペースに持ち込むか1番の武田真一5番の本村無風で回って4番できました2番の広田広田が4番手から反撃開始ただこれに反応していって前では1番の武田も。 踏んでいきますさあここは武田と広田この両者の力比べとなりましたけれどもここは1番の武田が突っ張り切りまして3番手に降りて4番の時松と3番の加藤が3番手で絡むような感じになりました飛ばしていく1番の武田新一2番手絶好が5番の本村で4コーナー回ってくる先頭は1番の武田マークから5番の本村が抜け出した。